皆さんこんにちは。今回は3月の家計簿を公開していきます。早速ですが、3月の生活費の合計は、固定費が 118,051 円、変動費が 76,508 円、合計で 194,559 円でした。ざっくりな感想ですが、先月は冠婚葬祭があって特別費がかかった関係で出費が多かったんですけど、今月は目標の19万円前後になったので割と抑えられたかなと思います。一つずつ見ていきます。固定費は家賃88,000円、駐車場代13,000円、光熱費13,921円、通信費3,000円、サブスク130円、先取りの積み立て60,000円です。家賃以外は夫が負担しています。まず家賃ですが、インターネット込みの物件に住んでいます。できれば今後はもう少し広くて家賃が安い庭付きのところに引っ越したいなと思っています。駐車場代、都会に住んでいて便利な環境なんですが、夫が車がモチベーションになっているので保有しています。車中泊などをして旅費を浮かすこともできるのでいいかなと思っています。光熱費ですが、ガス代が7,522円、電気代が6,399円です。エアコンは使っていなくて電気毛布を使うようにしています。お風呂もなるべく浸かるようにしているので高くなってしまったかなと思います。電力会社を検討してもいいかなって思っています。通信費、私はマイネオのプランで契約していましたが、今月から IIJ ミオに乗り換えました。キャンペーン期間中だったので、私の通信費は来月から月500円になる予定です。サブスク、スマホで YouTube を撮影しているので iCloud の一番安いプランに入っています。撮影が終わったらデータを SSD に移動したり、頻繁にデータは整理して管理をしています。固定費になってしまうので、もう少し安く済む方法を考え中です。その他は年払いのサブスクにも入っています。好きなアーティストのファンクラブ代と Amazon プライムも入っています。映画やドラマが好きなので Amazon プライムに入ったんですが、最近はあまりテレビを見る時間がなくなりました。一度解約して見たい映画やドラマがある時だけ契約するでもいいかなと思って、次回の更新はしないでおこうと思います。積み立て、内訳はNISA 5万円、特別費の積み立て1万円です。NISA は三井住友ナンバーレスカードで支払っています。収入が減った関係もあって、今月から特別費の積み立ては見直して、月3万円から1万円に減らしました。今までは住信 SBI ネット銀行の目的別貯金で振り分けて、美容費とか医療費を貯金していたんですが、私にはちょっと合っていなくて、振り分けずに残高がわかるようにシンプルにしてみました。ここから不定期でかかる特別費、ヘアサロン代、コンタクト代などを支払いたいと思います。次、変動費。変動費の合計は 76,508 円でした。内訳ですが、食費 38,978 円、外食費 6,310 円、日用品2,547円、交通費680円、医療費7,590円、交際費0円、趣味546円、特別費19,857円です。細かな内訳です。3月は嗜好品も分けて計算してみました。肉、野菜、魚などの食材は29,183円、嗜好品は9,795円です。食材に関しては、脂身が少ないお肉とかを食べたり、緑黄色野菜とか果物は取ろうと思っています。あんまり無理して削りたくはないかなと思っています。3月は夫が釣りでアジをたくさん釣ってきて、南蛮漬けとか作ってくれたので助かりました。嗜好品はカフェインレスのコーヒーとか、ミルクティー、ルイボスティー、無印のお菓子やシュークリーム、夫が好きなおせんべいなどを購入しました。
結構お菓子やジュース類を1万円近く使っていたっていう問題が発覚して、お菓子を買うのを控えたり、来月からは手作りのおやつを作ったりしたいと思います。ジュース類はたまに飲みたくなるので、炭酸水をジュースで割ったりして控えるようにしたいと思います。次、外食です。丸亀製麺とかすき家に行きました。私が外出した時に食べたビビンバや、二人でくら寿司に行きました。夫が牛丼とお寿司が大好きなので、来月は牛丼を定期的に作っておいたり、いつでも食べられるようにしておこうかなと思います。次、日用品。ドラッグストアでトイレットペーパー、歯磨き粉、キッチンペーパーを購入しました。あとはアマゾンの定期便で食器用洗剤を買ったり、無印良品週間だったのでスポンジ類を購入しました。ダイソーではフロスとかマスク、フリーザーバッグを購入しました。フリーザーバッグは毎月購入して、年間多分1000円から1500円は使っているので、使用量を減らしたくてスタッシャーとかも気になっています。でもシリコンで洗うのがめんどくさくなるだろうなと思って、100円ショップや近所の安いスーパーで購入した湯煎調理ができるポリ袋を活用しながら量を減らしたいなと思っています。次、交通費。免許更新のための電車代がかかりました。医療費はいつも通院している病院です。交際費は0円でした。趣味、ベーグルを作る時に使ったチョコレートとレーズンです。ちなみにこれはホワイトチョコが入ったココアのベーグルとセサミベーグルです。たまに義理の両親にあげたり、友人のお宅に伺った時にプレゼントしました。特別費、服費が 11,869 円、ニューバランスのスニーカーを買ったり、無印良品週間でパジャマを購入しました。美容費は 3,808 円、ドラッグストアで保湿剤やリップクリームを購入しました。ガーデニング330円、こちらは壁面収納のための有効ボードをダイソーで購入しました。その他3850円は免許の更新代です。以上、繰り返しになりますが、3月の生活費の合計は固定費 118,051 円、変動費 76,508 円、合計で 194,559 円でした。これからの予定ですが、日用品はトイレットペーパーとティッシュペーパーを購入予定です。Tポイントとワンオンが溜まっているので、毎月20日のウェルシアのお客様感謝デーでお得に購入しようと思います。4月はお花見に行く予定があります。お菓子をたくさん購入していたという事実があったので、お菓子を手作りして冷凍ストックをしていきたいと思います。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。